あ、おはようございます。テントワークのはず。今週の、大倉高原テントサイトで、この DD タープの3メートル、今日はこれです。ピラミッドバリーで、朝の一杯、ネスカフェ。今日はこれだけ、よかったこれ。今日は燃料これだけで、今日も。形状から、うん。今日はね、山頂行ったらね、これ食おうと思って。友野岳の山頂で、ね、カレー、これを作った下山、ピストンで、ね、大倉に、この辺で、8時ぐらいに上がろうかな。8時からです。今7時半ぐらいから。ああ、よかった。なくしちゃったんだね。なくなっちゃったらどうしようかなって思って。この、細かいこれ、小さいからさ、どっか行っちゃったんだよ、これ。ああ、やばいと思って、ずっと探してたこれ。で、思ってよかった、見つかって、この幕の周りがあった。気をつけないとね、これ。このストーブ、小さいからさ、すぐどっか行っちゃうんだよね、これね。うん、よかった。これなくしちゃったらもう上でさカップ麺食えないもんな。よかった、見つかって、うん、小さいからさ、ほんとすごいちっちゃいからこれ。よかった、見つかって、ね、こうやって袋に入れてこれで持っていこう。これ山頂に来るやつね。燃料はこれね。まずこれ、ライターまで入ってるね。最初三角履きにしたね。三角履き寒いね、やっぱね、あれね。夜深くなると寒くてね、ピラミッド履きに変えた。いや、三角履きはね、ダメだ、あれだ。一応空いてるからね、前ね。周りはいいな、やっぱりな。ペグの3つでいいもんな、ペグ3本、
ちょっと飲み食い程度の火は使っていいからね、それ以外は使えないからね。大丈夫よ。今、最初の頃ガス買ったけどね、ガス缶ガサバのほんと。ガス缶と比べたらほんとこのガスビットのコンパクトでいい。ちょっと気づく。これぐらいでね、上で使うのって、これとこれぐらい、あとゴミ箱のこれ。メガネ老眼鏡だけ。足がさっぱいるかな、足がさっぱい。いらなくてもいいかな。さっぱいこっちに入れとこう。足がさっぱい。3度ぐらいか。ここは立たなきゃね。運動は立たなきゃいけない。
しいような空気だしよね。なんか入ったんだよね。ピラミッドだね、ピラミッドだね。ビーフフライって言うのね、ここでさ、大倉天使されてるね、ビーフフライ。サンサンのやつでね。あれ、サンサンだったら150の
ポールでもいいからね。ライオンだったら2メートルのポールならガサバンではないよね。どうしようかな、ね、鹿島ではどうしようかな、やっぱり鹿島ではピラミッドまでしようかな、鹿島ビックフライドどっかだな、やっぱりな。三角張り良さそうだね、寒いね、三角張りは前全前やってっからやばないか、フェルチューなの三角張りは無理だね。まあ、そんなもんで、下のとこね、ここ一番下のところにこのタープサイドの方だ。まず幕の中でしまいですね。全部使わないと思うんだけど、もう。まだあとシャラカッパ3つ。シャラカップも、シャラカップ、カゲタオルも、酒飲まなかったもついてるね。明日飲むほうがなかったね。これとこれか、どうぞ。もう指先の方がいいな、重たいからね。上で食うやつ 5時間あるからね、お昼ぐらいだからね、上で食うよ。
ットバイクに使ってやるこれ。ハンドルもう使えないから。手作りの上にペット入れとこう。ごめんね。これさ。どう？ちょっと さて、ちょっと早く手伝おうか。これが最後ね、グランドシートは最後。これがいいや、ピラミッド張り、あったかいピラミッド張りは。三角張りも良さそうだなと思ったけど、あれは前が閉まんないんだよね。寒かったもん。躊躇を変えた、あれ。三角、最初三角張りにしたんだけどね。風がビュービューして寒くて。山塚はピラミッド張りだよな。普通にキャンプ場ならいいかもしれないな、ね、三角張りね。
よし、これ出るか。じゃあ、それ出て。よし。もういいし、完全には開けてる。いい天気ね。トイレもやってんだけど、いいでしょ。いい天気だ。ああ、これ最近できたんだよね、これね。ああ、いい天気でしょ。行ってみて。向こうがね、ちょっと遠いんだけど。いい天気でしょ。鏡は。鏡は。すごい鏡があるね。いいね、おお最高だ。ここ相模湾ね、遠いから。島岡天気と島天気で天気天気の天気まあだから今からまとめてるんです付属の、まあ安いからね。3メートルがいいんだよね、3メートル。3メートル折っちゃえばさ、手が入るから。折る前は長いけどさ、半分折っちゃえばさ、手が回るんだよ。3メートルはね。半分折れば 1.5 だからさ、手が回るから掴みやすいんだよ。4メートルはね、半分にしても2メートルあるから。手が回らなくて大変なんだよ。もう半分に使えば楽だもんね。半分。
なんかちょっといいよね。3メートル、1人と3メートルがいいよ、これ。4メートルは大変だからね。飛ぶのが大変、4メートル。3メートルは結構ね、雑でも入るからね。4メートルちゃんとしないとさ、大変だよね。これ、1人なら3メートルがいいよね。1人なら。最初まで行ったらね、ブランドルシートとテント系はさ、最初やるんでね、下の方に入れて、他の荷物はね、薪の中出せっから、テントの奥にしまう感じね。これさ、トラックマンですね。一番最初にね、ブランドシートね、その上で荷物を置いて DD タープを立てる感じで、一番最初だから最後はこれで、もういや、全部決まった。あ、ペグ閉まらないですね。ペグ閉まらないと。でも3本っていうのもいいね、これね。左手だけなら3本でいいからね。もう風強かったけど、場合はね、もうちょっとね、リズムを止めたりね。でした。よし、上に入れた。うん、よし、オッケー。ピストンで登って、ピストンで降りて、大倉からバス乗って帰ります。ではまた終わります。ちょっと景色見ながら裏に行こう。大倉線の最後でした。またね。
気持ちいいね、爽やかで、はあ、ララサンシャインだね、ララサンシャイン。ほとんど電波はあるけどさ、配信するの出ないんだよね。4キロと3キロ行ったり来たりだから、だから配信やんないね。うん、4だったら入るんだけど、はい、たまに3になってるから、だから今日は配信やんなかったね。うん、微妙なんだよね、ここね。4と3を一定する感じだから、配信するにはね、ライブするにはちょっと速度が出なかったから、録画してね、しょうがないね。どうして、いいでしょ、気持ちいいでしょ。ではまあ、ではこの辺でやめとこうね。歩きながらだからさね、もうこれで、まあ、やめとく。これが大倉尾根ね。大倉口からあれバスで行く、バスで着く大倉口ね。大倉から上がった峠、尾根、大倉尾根がメインなわけよ。一番楽よ、ほんで渋沢から行けっからね、大倉尾根はね。バスの放送も多いし、まあ歩いても行けそうな距離だけどね、210円だから。ではまた、じゃあこの辺で終わる。